西都線上から、あたご丸を撮影浦賀の都線とは、神奈川県横須賀市浦賀で運行されている渡し船。浦賀の町で古くから運行しており、ポンポン船の愛称で親しまれている。現在は、繊維強化プラスチックによる装飾で、魚座船風に仕立てられたあたご丸による運用だが、それ以前は普通の動力船であった。水上区間であるが、 横須賀市の市道2073号線を構成、東と線上と西と線上を3分で結ぶ、横須賀市唯一の市営交通事業である。浦賀は南東から北西へと陸地に深く切り込むような海が、東西の陸上交通を妨げる不便な地形である、ため浦賀奉行が置かれて間もない1725年頃から私が行われていたとされる。 公営交通としての歴史は1878年東西の浦賀の町内会の連合会が共同で渡し船を運営したのが始まりとされ、1917年頃に浦賀町が地方自治体として渡し船の運営を開始した。1943年浦賀町が横須賀市に編入され、横須賀市に移管。横須賀市からの委託経営となった。 昭和30年代頃に動力化され、1998年に現在のアタゴマルが就航した後は、不便さの解消のほかに観光なども意識した運航となっている。西都線上、ありがとうございます。